はい、すいません。こんばんは。お待たせしました。本日も、22AW です。ごめんなさい。インスタのストーリー間違えて 23AW ってなったんですけど、あれ間違えで、22AW の、新作を本日もご紹介していこうと思います。本日入荷してきたアイテムがですね、こちら、1点のみ、1点というか1型のみになるんですけれども、ブランドが、グラームスですね。映ってないかも。グラームスの、インラインですね。インラインの、シャツが一型入荷してまいりました。で商品名がですね、ウォッシュドシルクシャツという商品になります。で、グラームス、いろいろインラインこれにも、これ以外にも入ってくるんですけど、シャツでね、これ一番、今季のブラームスの中では僕は一番お気に入りの、アイテムが満を持して入ってきました。で理由があってですね、EC サイトにも、書いたんですけれども、色これ最初に説明するとシルク素材がシルク100で、色ブラックになります。はい、素材がシルク100で、色がブラックになるんですけども、黒で皆さんね、例えば、何でもいいですけど、何かを買うとき、コートでもいいですし、ブルゾンでもいいですし、ジャケットでもいいですし、ニットでもいいし、スウェットでもいいし、Tシャツでもいいし、パンツでもいいし、はたまた、小物で言ったら、カバンでもいいし、お財布でもいいです。黒って、間違いのない色じゃないですか。間違いのない色というか、汎用性が高くて、その持ってないカテゴリーのアイテム、例えば何でもいいコート持ってないって人が、1着目にコート買うならやっぱ黒がいいかなっていう風に思ったりする方多いと思うんですけど、でね、その黒鉄板理論って僕は勝手に言ってるんですけど、その黒鉄板理論が、唯一、適用されないんじゃないかなって思ってるのが、シャツだと思っていて、黒シャツってこれ今ライブとかこの動画見ている方、見ている皆さんの中で、黒シャツ持ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、そんなに正直、黒の無地のシャツを持ってる人って、少ないんじゃないかなと思っています。で、僕も多分、クローゼットちょっともう服多すぎて、全然把握できてはいないんですけども、おそらくもう本当にベーシックな、レギュラーカラーで、無地で黒でってなると多分持ってなくてですね、でも欲しいなと思ったんですね。黒シャツ、かっこいいなと思っているんで。だけど、多分僕が思うなんで黒シャツがその黒鉄板理論っていうのが適用されないのかっていうと、おそらく、あでやかすぎるというか、もっと安っぽい言葉で言うんだったら、これ別にその職業の方を悪く言うつもりじゃないんですけど、ちょっとホストっぽいみたいな雰囲気になっちゃうから、なかなか、黒シャツ、黒の無地シャツってのは敬遠されがちなのかなって思ってたんですよ。で、そんな風に思っていながらも黒シャツ欲しいなと思っておりまして、そんな中、出会ったのが、こちらの、グラームスの、ウォッシュドシルクシャツになります。で、いろんな理由があると思う。この後着るんですけど、一度これ、洗いをかけてます。はい。洗いをかけてるので、若干光沢感はもちろん見えるとは思うんですけど、洗いをかける前よりも要は若干ですね、光沢感が、落ちてます。なので僕が言う艶やかすぎる雰囲気っていうのが、抜けてるかなと。あとはサイズ感がね、やぼったいんですよ。ルーズな雰囲気なんで、それもすごく、一ついいなと思ってる点で、もう一個は普通のこれレギュラーカラーのポケット、胸ポケットついてる形なんですけれども、前立てですね。ボタンの前立ての、一番下、裾がですね、わかりますかね？こういう風に、少しラウンドしてるようなデザインになってて、昔のね、ワークシャツとかにあるデテールじゃなくて、ディティールなんですよね。ここの部分、わかりますかね？ここの部分。でこういうところとかが、いわゆるこう、かっこよすぎない雰囲気っていうのを、醸し出してくれてるかなと思っております。百聞は一見にしかずだと思うので、来ます。でですね、すごくありがたいことに、サイズ展開がですね、これ3番、4番の2サイズ展開だったんですけれども、今日、夕方前かな？
3時ぐらいに EC サイトを掲載したんですが、ありがたいことに、大きいサイズのサイズ4番が、もう完売してしまいました。なので、今現状在庫があるのがですね、今僕がこれから着用する、サイズ3番の、サイズ、まあ、ただ最小サイズっていうのが、2番かな、確か2番が最小サイズなんで、一応あのサイズとしては、M サイズに当たる、サイズ3番のみの在庫が2着だけですね。あのサイズ3ももう在庫ないんですけど、全然入ってきました。これね、あの個人のあの僕のインスタのストーリーに負けたんですけど、もうまさにねこういう感じのね黒シャツを待ってたんですよね。今ちょっと下も黒なんでちょっと境目が見えづらいかもしれないんですけど、まあ、素材感の違いで、まあ今履いてるパンツもシルクなんですけど、素材感の違いを感じていただければなと。このねちょっとこのだらしない感じのシルエット、わかります？これがねすごいいいんだな。かっこよすぎないというか、まあ身幅も広いですし、着丈も長めで、アンホールもわりかし太いで、袖もね袖丈も若干気持ち長いですね。このね絶妙なニュアンス、黒シャツだけ、無地の黒シャツだけど決めすぎてない雰囲気を醸し出せるっていうのも分かってもらえたらすごく嬉しいんですけど、どうでしょうかね、伝わるかな。いやーかっこいいな。でシルク100なんで、正直今時期、今僕下タンクトップなんですけど、まあ、タンクトップとか、まあ、ノースリーブ系のインナー着ていただいて、まあ、少しね、これそれこそラフに袖をまくっていただいて、そうやな感じで、まあ、前ボタンとか開けて着ていただいてもかっこいいんじゃないかなと思います。前開けるとこんな感じですね。こういう着こなしだったら全然今からの時期でも着ていただけるかなと思います。でもちろん今ワントーンブラック、一色ですけど、先日あのありがたいことですぐ完売してしまった、あ僕の身長が、165センチの、55キロですね。だから本来多分僕ジャストで着るんだったらサイズ2番だと思うんですけど、なんかさっきも言ったようにこのシャツに関してはだらしなく着たかったんで、2番は仕入れておらず、このサイズ3番のみになります。サイズ3の着る場合だったら、身長は多分180センチ以下の方だったら全然、サイズこの3番で問題なく着用できると思います。そう先日ねありがたいことにすぐ売れてしまって、まあ、あと1本しかないんですけど、こういうこれ今オーベルジュの別注のパンツ履いてるんですけど、こういう別に黒じゃなくてもスタイリングは合わせられるから、このねなんかこの気だるい感じ伝わるからこの黒シャツだけど気だるさを感じるような雰囲気、これがねすごいいいです。であとはタックインしてもいいかなと思ってて、この一番さっき言った前立てのこのラウンドしてる部分、ここがね内側にボタンがこういう風についてるんで、ここだけ締めて、ここだけ一番下だけ締めて、普段僕ね全然タックインそんな好きじゃないんでしないんですけど、これ着丈長めなんでタックインしてもらって、後ろにちょっと背中に抜いて、
一番下だけだとあれか、一番下から3つぐらい、ボタン止めてもらって、こういう感じで、わかるかな、ちょっとあの V ネックのプルオーバーのシャツみたいな、着方、まあ、僕今あのさっきみたいに一番下から3個ぐらいまでボタン閉めてタックインしてるだけなんですけど、それでこういうふうに、V の、バルフみたいな、プルオーバーのシャツの着こなしみたいに着てもちょっと抜け感があっていいかもしれないです。僕普段タックイン、ね、さっきも言ったけどしないんですけど、この着方だったら着てもこういうふうに合わせてもいいかなって思います。はい、あ、そうで、さっきも言ったように、そうそう、歌舞伎町感がね出ないんですよ。で、なんだっけ、そう、さっきも言ったようにこれウォッシュドかかっていて、洗えます。で、まあ一応ブランドとしての推奨は、ドライクリーニングなんですけれども、ご自宅で、ネットに入れて、ネットに入れてとか、手洗いとかだったら、お洗濯できるんですけど、僕は、普通に、まあ、洗濯機でガンガン洗っちゃおうかなと思ってて、おそらくシルクなんで、洗いをかけていくうちによりこの光沢が、抜けてきて、発火、シルク化けると書いて、発火していくんですけど、そうするとね、より僕が、理想としてる、あでやかすぎないけど、程よくあでやかな黒シャツに近づくんじゃないかなと思ってるんで、僕個人的には結構普通に洗っちゃいます。まあ、ただ、置き方人それぞれなので、まあ、丁寧に着たい人はドライクリーニングを推奨します。はい、でお値段が、税込みで 46,200円になります。でサイズはさっきも言ったように、3,4 の展開だったんですけれども、ごめんなさい、4番は完売してしまって、残りがこの今僕が着てる、サイズ3番が、あと2点のみなっておりますので、気になるという方はぜひお早めにご検討ください。というわけで、本日は以上です。ありがとうございます。